今回もですね、前回に引き続きこちらのユニバーサルスキャナーをご紹介したいと思います。今回はですね、こちらの 16mm フィルムのスキャンをしてみたいと思います。はい、では 16mm のスキャンの準備をしていきたいと思います。まずはですね、こちらのフィルムガイドの部分ですね、これが今の 8mm 用のものがついているので、こちらをこちらの 16mm フィルム用のフィルムガイドに交換をしたいと思います。この上の2つのネジを外します。はい、これ外れました。外れたらですね、ここにですね、本体とゲートをつなぐケーブルがあるので、それを抜きます。こちらですね、そうすると取り外せます。ここにですね、ここ LED の光源が入ってます。ここのネジ穴に合わせて新たなゲートを装填します。この奥側にこう黒い金具がついているので、ここにですね、このガイドの後ろの突起があるんですけども、これが当たるようにするとうまくつけることができます。まずは先ほど外したこのケーブルをつけます。ここにしっかり当たるようにつけます。はい、で位置があったらあとはネジを締めるだけです。はい、これでゲートの交換は完了しました。あとはですね、実際にフィルムを映写して、このアームの位置ですね、このように裏側にネジがついていて調整することができます。リールに装填できるように、この傾きを調整したり、リールの大きさによってはここを調整してもらえばいいかなと思います。パソコンと接続をして、実際に 16mm フィルムのスキャンをしていきたいと思います。はい、パソコンとの接続は完了しました。本体と PC の接続方法等は前回の動画でご紹介してますので、そちらをご覧ください。そしたらまずスキャンしたい 16mm フィルムを、左側につけます。16mm フィルムも同じくですね、穴が開いてる方が奥になるようにつけてください。これも前回お話ししたように、左回しで締めることができます。巻き取りリールを右側につけます。こちらに関しては、右回りで締まります。そしたらフィルムをここにガイドに通していきたいと思います。8mm フィルム と、基本的な通し方は一緒ですね。上下上ですね。でここのセンサーがあるので、この中を通します。でこの2本の突起の下ですね。でセンサーなんですけど、奥行きがないのでフィルム半分ぐらいが隠れるような状態ですね。で、上を通って下を通って上で巻き取りリールにフィルムを巻き取ります。はい、このような形ですね。次はソフトウェアを起動したいと思います。立ち上げたらまず前回同様アルバムを作成します。今回テスト 16mm と名前をつけて OK します。そしたら、フィルムタイプですね、フィルムタイプを 8mm だったのを 16mm に変えます。本体側ですね、 8mm の場合だけちょっとタイプによって変えたりする必要はあるんですけども、 16mm は特に気にする必要はないですね。ソフトの方だけ 16mm にしてれば大丈夫です。そしたら、プレビューにチェックを入れて静止させます。はい、そうするとプレビューが開始されました。結構重たいですね。ちょっと 16mm だと重たくて巻きが安定してないですね。巻き取りが安定するまではなんか手でちょっと緩めてあげたりした方がいいかもしれないですね。まずカメラのレンズですね、 16mm フィルム用に変えたいと思います。で今回も、縁あり縁なしの2パターンを取っていきたいと思います。はい、じゃあ縁ありのパターンに組み直したのでこれをつけたいと思います。はい、じゃあ映像を映してみたいと思います。であとは、本体側の方でこのレンズの距離だったり調整ですね、していきたいと思います。はい、位置はだいたい設定できたので、映像の方を調整したいと思います。ちょっと白飛びがすごいので、ゲインが0がちょうどいいですかね。はい、で、こんな感じで設定できました。結構このように周りが映るパターンですね。横に出てるこう波形みたいな、光学の音声ですね。このように音声が入っていることが多いですね。ではこちらで実際にスキャンをしていきたいと思います。そしたら、プレビューを一度止めて、巻き戻します。こっちをまず締め直して、で、こっちを緩めます。はい、で、ガイドから外しました。こういった大きいリールの場合ですと、巻き戻しが結構早くて、指とか怪我しちゃう恐れがあるんですね。で、基本的にあまり触らないようにした方がいいと思います。リールに手を添えて、ブレをこう押さえるようなやり方を前回紹介させていただいたんですけども、指でこう押さえるというよりは、手のひらで、このように添えてあげるといいと思います。であとは、もしあれば手袋をするといいですね。これを下に下げます。よいしょ。そうするとこのように巻き戻しが開始します。巻き戻しが完了しました。では、スキャンを開始します。ダブルクリックして選択した状態でスタートをします。はい、そしたらこちらを再生します。はい、でスキャンが開始されました。今回は前編は撮らないので、ちょっと切りのいいところまで撮影してみたいと思います。ちょっと今巻き取りが進まなくなっちゃったので、こういった場合はですね、付属でこういったワッシャーが付いてるので、間にかまして、アダプタ締めてあげることで巻きの力を強くすることができるので、そういう風にして挑戦してみてください。ではここら辺でスキャンを停止したいと思います。ソフトの方のこのストップですね。で本体側もここを停止にします。は
はい、でこの画面が出てくるのでこれで OK を押せば保存ができます。ちょっとまたあのレンズ付け替えて今度は縁なしのパターンですねをスキャンしていきたいと思います。はい、今縁なしのパターンもスキャンが終わりました。そしたらですね、今スキャンした2データをエクスポートしたいと思います。でエクスポートを押すと、まあ、この画面が出てきます。今回の比率4対3で撮ってます。16対9横長で撮りたいっていう方はですね、ちょっと最初設定してなかったんですけどギアマーク押していただいて、まあ、そこから設定することができます。なのでアスペクト比は今回4対3ですね。エクスポートタイプはビデオですね。ビデオで比率は 2K の4対3、レイアウトキャプチャーウィズインエクスポートフレーム、これも4対3ですね。エクスポートスピード、今コマ数なんですけど前回やった 8mm が18だったんですけど、基本的に 16mm フィルムは24コマですね。2つとも24コマを設定します。でクリーンクロップはなしですね。そしたら、チェックオールをして、でエクスポートなんですね。これで書き出しを行います。はい、あとは書き出しが完了するまで待つだけですね。はい、で書き出しが完了しましたので今撮った2つのデータをご覧いただきたいと思います。こんな感じです。スキャンが完了しました、まあ、8mm でやった工程とほぼ変わりはないんですけども、やはりあの 16mm フィルムは大きいものが多くてですね、取り扱いに注意が必要な部分は多いですね。巻き戻しなんかでも高速で回ってですね、あの指怪我したりしちゃうこともあるので、まあ、そういった面でちょっと注意が必要かなと思います。あとはこう撮影する映像の調整ですよね、撮影する範囲だったり色味だったりっていうところもやっぱり一度設定するまでは時間かかるかなっていうところですかね。 16mm で言うとあの音声が基本的に入ってるものになるんですね。こちらの機種がその音声の変換だったりに対応してないんですね。基本的にあの映像だけの変換になってしまいます、まあ、なのであのフィルムの音声の変換ですねについてもですね、何かこう別の動画で紹介していければなと思っています。まあ、次回ですね、新たに追加された機能であったり、あとフィルムのかけ方とですね、であとスキャンするときにちょっとやっぱこうゴミが入っちゃったりすることもあるので、まあ、そういった時の対処法、当店で行っているようなそのフィルムのクリーニングの方法なんかも合わせてご紹介できればなと思っています。はい、というわけで今回ですね、ユニバーサルフィルムスキャナーで 16mm フィルムをスキャンしてみました。こちらの機種はですね、当店でレンタルをしておりますので、ぜひご利用いただければと思います。詳細は概要に書いておきます。この動画が参考になったと思う方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとこちらに別の動画もございますので、よろしければそちらもご覧ください。あと何か別のことでも構わないので、疑問等ございましたらコメントぜひお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。